ヒールが庭が打っていった、決まった、折り返す、庭のシュート、中、庭シオンのシュート、決まった、中に入ってくる、その庭シュート、どうだ、シュートまでいけるか、決まった、まだ間を通す、庭トラップからシュート、最後はマテウスの股を抜いていきました。前半のうちに追いつきました、体は抜け出す、島田から庭、エリアの中に入ってきた、左足のシュート、パターンですね、うん、ナイス、庭、三浦ファインセーブ、庭、島田と、しかし戻りも早い、あと金沢先制、落ち着いて蹴り込みました、庭塩、うまい、庭、向こう側大谷が走っているが、庭が打っていった、決まった、先制金沢、自ら打ち抜いた庭塩、今シーズン4点目は嬉しい金沢の先制点。このターンからですね、ここのターン非常にうまかったですね、2人食いついて見えているので、ボールを触らず体だけのターンでかわしましたし、大谷選手のサポートも良くて、やっぱこれ相手は見なきゃならないですよね、2人とも ね、ボールホルダーの丹羽選手と来てる大谷選手も見なきゃならないので、ちょっと寄せきれずにね、その隙見逃さず、丹羽選手この角度から見ても面白いですよ、アウトサイド、まあ投球気味ですかね、待ってパス、庭塩、庭塩、切り返して、庭塩、庭塩、このボールはタミナスとセルマの競り合い、おーっと庭塩、ポストに直撃しました、中に入れてくる、おーっとこのボール流れて、庭塩、最後は庭塩が詰めました、今シーズン5点目。金沢ですが、ミドルレンジから狙った、庭にボールが入る、ボックスの中に入ってきて、庭のシュート、大橋かわして低いクロス、庭のシュートは最後若原、体を張りました、でここでの、ね、クロスに対してこの入れ替わりもありましたんでね、非常に大きなチャンスでしたけど、ここもセカンドボールしっかり拾えたんでね、庭選手も狙ってきました、仕掛ける横の庭に来た、庭一つないと、杉浦早めに入れて、庭のところが、庭シュートだ、はい、折り返し流れてきた、庭のシュートがでカットしたホドルポ、どうするか、折り返す、庭しよう、ナイスキーパー、島田パスを選択、松田が折り返してファーサイド、庭ヘッド、こぼれている、キーパー拾い直した、庭が走り込んでいく、うん、庭のシュート、ビッグチャンスでした、さあそして庭絡んでいきますが、このボールは生きている、先に追いついて庭塩、中来た、意外と中盤のスペース空いてますね、はい、はい、ゴール前、庭のシュートわずかに枠に、左サイド庭塩、左足、うん、行きます、今度はハサイドライフィングシュートへ、庭がヘディングシュート行きました、島田からのボール、そして2番と重なったか、最後ちょっと目入りましたかね、縦を使った、折り返す、庭のシュート、久しぶりにこの男の得点、庭塩、サポーターも待ちわびた、渡辺選手でね、中側に見て作って外に流れたんですよね、ここで一旦松本に打つも一息ついた感じがあったんですけど、大石選手のワンタッチで上げたクロスと中で合わせた丹羽選手のワンタッチでの合わせ方、ワンタッチが重なって非常にいいゴールになりましたよね、飛び込んでくるタイミングも非常に良かったですし、大石選手外側に流れてたんで、こう上げるの難しいかなと思ったんですけど、よくこう体ひねってね、上げましたよね、クロス、中に庭が中に入ってくる、その2番シュート、バランザーをもう一回潰していきます、体
から松田陸クロス、中、庭師音のシュート決まった。神奈川先制。前半の8分、素晴らしいゴールですね。真ん中で起点作って一貫集めて、ここ一旦サイドに振って、このクロスに対して庭選手ワンタッチで蹴り込みましたからね。まあ、隠れた位置、早川選手は後ろの背中のポジションを取って見えないところから出てきて、ここでワンタッチですね。合わせた三輪選手も素晴らしいですし、まあ、あそこでポジションを取った三輪選手の動きも非常に素晴らしかったですね。まあ、さっきみたいなところで引っ掛けるという感じでしたからね。お守備で引っ掛けた金沢、大谷が抜ける、センターバックの間抜けて左足のシュート、大石三輪と呼びます。三輪に出す、三輪わずかに左、うまい動き出し。そう、ニアに出す、そこクリア、そこに入っていきました。ニワシオンでした。大谷のスピード、マイナスのボール、ニワシオン、ポスト押し込む、同点。ボールを入れて、ここは競り合い、作田のところですが、ここは押し込みました。ニワ、金子、松田陸のクロス、ニワのヘディング、田口の正面、ゴールキーパーは田口。左隅に決めた、三輪志音の今シーズン9点目で金沢が前半で追いつきました。ていく、ストレート系のボール、三輪持っています。まだ三輪へつなげた、三輪志音ファーストタッチで抜け出してシュートまでいけるか。マテウスよく出ました、